でで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 で皆さんこんにちは、クラスター UK の海です。今日は大人気ロエベのスカーフを徹底比較していきたいと思います。大きさや厚み、あと素材などで悩む方が結構多いんですよね。お値段的にもプレゼントにぴったりなので、プレゼント用にも自分へのご褒美用にも、こちらの動画が少しでも皆さんのお役に立てれば嬉しいなと思います。ではまず商品の詳細からご説明させていただきますね。こちらがバイカラースカーフ、ウール&カシミアですね。お色が今手持ちのこちらのお色がピンクとキャメルのお色になっています。こんな感じでリバーシブルにお使いいただくことができます。横幅が30センチ、長さが180センチになっています。重さが146グラム、細かいな。とても軽い作りになっていて、こう肌触りもすごくいいスカーフになっています。いろんな色も出ているので、男性のプレゼント用にも女性のプレゼント用にも、どちらにもとっても人気の商品になっています。続きましてはこちら、全体的にロエベのアナグラムモチーフが織り込まれたアナグラムスカーフ、こちらもウールとカシミアの素材でできています。大きさがですね、40センチ×180センチですね。先ほどの、バイカラースカーフより横幅が10センチほど大きくなっています。長さはですね、180センチで同じ長さになっています。こんな感じでいろんな種類のアナグラムマークが、いろんなこの茶色ベースですね、ベージュとブラウンといろんなお色で織られています。で続きましてはこちらですね、モヘアのスカーフ、こちらもウールと、こちらはウールとモヘアでできています。大きさが 23センチ×185センチ、 先ほどの2つのスカーフよりも長さが5センチほど長くなっています。で重さはですね、260g ですね。さっきのアナグラムの重さを忘れてたんですけど、こちらは約 200g で、こちらはですね、ここにロエベのアナグラムのエンボス加工入りの革パッチがついていて、とっても可愛いです。でこちら全く同じなんですけれども、今たまたま手元にですね、色違いがありまして、でこちらのホワイトはですね、すごい女性に人気なんですけれども、こちらですね、ストライプスカーフのモヘアは男性にもとっても人気のお色になっています。こちらがライトブルーとダークグリーンですね。こんな感じでしましまのスカーフになっています。でお値段なんですけれども、まず、バイカラースカーフですね、こちらが日本のロエベ公式オンラインショップで44,000円で、こちらのアナグラムスカーフが同じく公式のオンラインショップで47,300円。最後にですね、モヘアのスカーフ、こちら2つとも同じお値段なんですけれども、公式オンラインショップで34,100円となっております。もちろん、クラスター UK ではこちらのお値段よりもお買い得になっているので、ぜひともチェックしてみてください。それではですね、この3種類のスカーフが揃ったところで、私が勝手に独断でランキングをつけさせていただきたいと思います。それではクラスター UK の海が勝手に選ぶおすすめランキング1位はじゃん、1位はこちら、アナグラムスカーフです。理由としては、こうアナグラムスカーフはそこまでモコモコしていないので、一年中通してお使いいただけるので、夏場はね、こうちょっと幅もあるので、膝掛けとしてエアコンが効いて寒いオフィスや学校などで、こう膝掛けとしてもね、お使いいただけますし、そんなに厚みがないのでバッグの中にも簡単にしまっていただけるかなということで、第1位です。パチ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 。第2位はこちら、バイカラースカーフです。こちらもね、とっても薄手で持ち歩きやすいのと、やっぱりね、こうそんなにモコモコしていないので、春先まで活躍してくれるかなと思います。あとこうリバーシブルなので、こういろんなお洋服のコーディネートに合わせることができて、使い回しができるかなと思います。あとこの素材的にですね、ちょっとこの3種類を比べてみると、カメラでは結構分かりにくいかと思うんですけれども、一番どちらかというと毛羽立ちにくいかなと思われるのが、このバイカラースカーフですね。こちらの
アナグラムスカーフもそんなに毛羽立たないと思うんですけれども、やっぱりねちょっと毛羽立ちが目立つと使用感出てきちゃうので、目立たないのも2位かなという理由になっています。で3位はですね、とっても可愛いし価格がお手頃なこちらのモヘアスカーフですね。なんといっても価格がお手頃なのと、ある程度の結構こうボリュームがあるので、プレゼントに最適かなと思っています。ただね、やっぱどうしてもこう見た目が結構モコモコしていて可愛いんですけれども、こう活躍するのが冬がメインになってしまうかなと思うので3位にさせていただきました。色違いとかもたくさん出てるのでね、プレゼントに一番おすすめなのはモヘアかなと思います。さあ、少しこちらの3種類ご参考になりましたでしょうか。こちらのアナグラムスカーフはこちらのお色だけなんですけれども、ホワイトとベージュの1種類だけなんですけれども、じゃあね、バイカラースカーフやモヘアのスカーフは色違いもたくさん出ているので、ぜひチェックしてみてください。でまだまだご紹介できていない商品もたくさんありますので、また次回にご紹介できればと思っております。バイマのクラスター UK または自社ショップのクラスター .com では、動画の中でご紹介した商品やご紹介できていない商品など多くのロエベ商品も販売中ですので、概要欄からぜひチェックしてみてください。チャンネル登録をしていただきますと、最新のアウトレット情報やブランド商品情報をいち早くお届けできますので、ぜひともチャンネル登録の方もよろしくお願いします。コメント高評価もお願いします。ロエベ以外にもね、こんなブランド見てみたいとかありましたら、ぜひコメント欄にお願いします。それでは今日もご視聴いただきありがとうございました。またね。バイマのクラスター UK または自社ショップのクラスター .com では、動画の中でご紹介した商品やご紹介できていない商品など多くの商品も販売中ですので、ぜひぜひ概要欄からチェックしてみてください。チャンネル登録をしていただきますと、最新のアウトレット情報をいち早くお届けできますので、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。コメント高評価もお願いいたします。今日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた。